お昼、お昼。さて、今日のお弁当は何かな。ねえねえ、せっかくだからみんなのお弁当見せ合いっこしようよ。あ、そうしようか。じゃあ私から。私のお弁当は、はい、ウサギのおにぎりにウサギのウインナー、ウサギの人参にウサギのリンゴ。お父ちゃんのお弁当すごいね。全部ウサギの形になってる。ほんとだ、見事にウサギばっかりだね。かわいい。おたえのお弁当すっごくかわいいよ。うん、だってウサギだから。ねえ、ちょっと思ったんだけど、ウサギ好きの花園さんがウサギのお弁当、それ本当に食べるの？もちろん、そのつもりで作ってきたよ。うん、そっか、それならいいんだけど。みさきちゃん、次みさきちゃんのお弁当見せて。私のは別にごく普通のお弁当なんで、皆さんのご期待に添えるようなものじゃないから。あれ、みさきちゃんちょっとテンション低くない？そうかな、いつもこんな感じだけど。あ、そっか、そういえば白組にはハロハピのメンバーいないもんね。それは寂しくなって当然だよ。で、別に寂しくないって。ぶっちゃけ静かで楽だから。むしろサンバカがいないおかげで富山さんたちと話せる機会ができたからよかったなって。今まで同じ学校だったのにあまり喋った記憶もないし。確かに廊下ですれ違ったら挨拶するぐらいだったかも。そっか、それじゃあ今日はいっぱいおしゃべりしようね。え、あ、いや、それもいいけど、お弁当せっかくだし、今度一緒に遊ぼう。みんなでどこか行こうよ。賛成。私とおたえとリミリンとみさきちゃんで、どこ行く、どこ行く。遊べる場所がいいよね。遊園地とか、そういうところ。遊園地いいじゃん。遊園地、コーヒーカップに乗って、メリーゴーランドに乗って、ジェットコースターに乗ろう。へへー、早く行きたいな。かすみちゃん、私はジェットコースターはちょっと。この人たち、人の話全く聞いてない。これじゃあのサンバカと変わらない。そういえば最近近くにオープンした遊園地、バンジージャンプもできるみたい。バンジージャンプ？空を飛べるの？うわー、やったー。みさきちゃん、一緒にピヨヨヨーって空を飛ぼう。あ、もし予定が合えば。このメンバーで遊園地に行ったらクタクタになるよ、絶対。かすみちゃん、遊園地もいいと思うけど、まずは近場で遊ばない？近場？カラオケとか？おお、カラオケいいね。おたえナイスアイディア。多分遊べればどこでもいいんだろうな。カラオケか、ちょっと緊張しちゃうな。私あまり歌えないし。そんなことないよ、リミリンちゃんと歌えるじゃん。ってことでミサキちゃん、まずはカラオケから。どう？うん、わかった。うん、いいよいいよ、楽しみ。じゃあ早速今日の帰りに行こうか。体育祭の打ち上げ的な。え、いきなり今日っていうのは。私も別の日がいいな。今日だと疲れて歌えなそうだし。わかった。じゃあまた改めていつ行こうか決めようね。みさきちゃんとの初カラオケ楽しみ。まあ楽しみにされるほどカラオケ上手じゃないんだけどね。とそれよりもそろそろお弁当食べよ。昼休憩終わっちゃうよ。そうだね、いただきます。花園さん、どうしたの？お弁当じっと見て食べないの？うん、
さぎ尽くしにしたら食べられなくて、どの子も可愛いから。やっぱりこうなったか。